収まってスタートしました。ちょっとばらついたスタート、4番オータムクイーン、3番スーパーファルクス、後方からまずは横に広がっての先陣争いになりましたが、白い帽子2つ、2番リッスンナップ、1番のサウンドレイラ、外からこれをかわして13番パクパクデスワ、その後に15番メイショウコボケ、後位を狙います。さらに6番セーヌズレーブ、11番フィルムアクトレス、周回コース向こう上面に到達、後位のインコース1番サウンドレイラです。中段7番ソニックライト、12番のサーマルソアリングといって、あとは5番のメイショウハギ風、1馬身差、3番のスーパーファルクス、後方から4番のオータムクイーン、一気に位置を上げていきました。後方から中段先段を伺います。16番カリーナベローチが中段後ろで、後方から8番帝王レーズン、14番オリビアミノル、10番レクターバ、9番名将三好の各馬3コーナーカーブに入っています。800を通過、前は2頭が競っています。うち2番のリッスンナップ、外には4番のオータムクイーン、3、4コーナー中間で、3番手は横に広がっていますが、外から15番名将小ボケ、内に13番パクパクデスワ、このうちから1番サウンドレイラ、外から16番のカリーナベローチで4コーナーへとかかっていきます。外から16番カリーナベローチの後ろ、12番サーマルソワリング上がってきている、直線コースに向かいました。前はやや内を開けて2番リスンアップ、さらには4番のオータムクイーン、その空いた内を狙って1番のサウンドレイラ、横に広がっている、間からは15番の名将小ボケ、離れた外から12番のサーマルソアリング、今度は1番のサウンドレイラ先頭に変わるか、外から12番サーマルソアリング、2番のリスンアップ、間をさばいてフィルムアクトレスと6番のセーヌズレーブ、この間に外から12番サーマルソアリング抜けた、2番手争い激戦、7番ソニックライトなど12番のサーマルソアリングゴールイン、2着争いは7番ソニックライト、最後一伸び6番のセーヌズレーブと並んでいます。